がね、めっちゃおもろい話絶対聞くからね。面白いよ。お父さんが面白いらしくて。面白い、親父は面白いか。この前、浜ちゃんがね、うん、その家にいて、親父がね、その時、焼酎かなんか飲んでたんですよ。うん、で、水割りを作ってくれ言うから、水割り僕が作ってたんですよ、親父の。ほんじゃ、浜ちゃんはその時、ジュースを飲んでたんですよ。ジュースじゃ誰にと思ってな、親父は水割りやからな、焼酎が水止まっとるから、うん、なんか割れなあかん思ってやな、親父がとっさに。ポン酢で割れへん言い出したから。親父が飲み物選べよって話してそうで、なんでジュースとポン酢みたいな。おもろいよ。浜ちゃんが突っ込んだからな、普通に。なんでやねんザ突っ込みをしてましたけど、楽しいそうやん、なんか楽しいです。そんなん言われてこんからね、後ろからですわ。あ、ほんま、いや、ボケてるのかしらんねん、本気なのかもしらん。うん、もう分からん。あれやろ、なんか寒い、冬で寒いって言ったら、そう、寒い言うて、寒い、そら寒い、12月やのになんか、あ、ちょっと最近冬みたいやなって言い出してる。いやいや、もう12月やから冬やもん、あったかいやん。もう冬やでと思って、パッと親父の方見たらタンクトップやん。当たり前やろ。寒いわ。冬なんか関係ないわって。まあね、そう、めっちゃ。そうなんですよ。うん、あと、僕の愛犬はですね、うん、朝吠えよるんですよ。うん、で、起きろみたいな、目覚まし代わりでワンワンワンと吠えてきて、うん、ある日、ワンワンワンと同時にゲロ吐きましたね。ワンワンもゲロゲロ上がってて、興奮しづいたな。何回か気づいたやろな。うん、可愛かったですけども。可愛いやろ。可愛いんかどうかわからんけどね。うん。うん、あと、明星の仕事の中で何がしたい？潤太君は。俺は、光一君と対談したいな。どんな話するよ、光一君。わからんね。それがわからんね。そのステージングの話もしてみたいし、普通にプライベートの話もしてみたいし。ああ、先生、途中からずっと車離れたらどうするよ。だから、それは乗れへんよな。まあまあ、でもまあ、そうやな、先輩と対先輩とやったくない。うん、大事にしてるのも、俺らか、それかジュニアの仲間だよ。あ、だ先輩とやったら、なんか、しかも8とかやったら、接ってあんねんけど、光一君、あんまないやん。全くないところに行ったよね。ま、でもな、なんやろ、話が盛り上がるかどうかも分からんのが怖いよね。怖いよ、ね。でも楽しそう。どうする？パッて目開けたら、周り、時雄さんに囲まれてたら、じゃあ、用意スタートで話して。喋れへんよ。喋られへんよ、ね。そうだったら。で、僕は、